豊岡市のコウノトリ田島空港が開港25周年を迎え、記念イベントが行われました。午前9時30分、伊丹空港を出発した25周年一番機が田島空港に到着。関係者らが拍手で出迎えました。コウノトリ田島空港は1994年に開港、大阪伊丹空港と結ぶ路線を1日2往復運航していて、昨年度には初めて年間利用者が4万人を達成しました。今日は地元小学生が到着便の機長たちに花束を贈るなどのセレモニーが行われ、お祝いムードに包まれました。明治ともに北近畿の空港になりうると、そのためにも羽田直行便を次の課題として目指していきたいと思いますね。このほか記念イベントとして、空港建設前から今日までを振り返る写真展が今月末まで開かれています。